杯。おいしい。なんか久々に飲んだ気がする。久々に飲んだよ、オナミン C。はい、こんにちは。瓶は割りません。元気はつらつでございます。パワフル違うんですよね。なんか割れちゃったんですよね、イオリのツイートのやつは。ほんまに、なんかそんなね、普通にね、なんちゃらだしねーとかってしゃべ、なんかこうやってプチュってやったらポンって割れました。割れました。今日寒かった。なんか今日あったかいと思って外出たら間違えてた服。寒かった。でもね、今日飲んのもね、上着持ってきてないって、寒いって言って。寒かったです。そう、なんかパーカーだけでね着てて、なんのそう寒いって言ってた。そう寒かっただから今日どうもこんばんはですよ。明日特番6時半スタートだって。6時半スタート。明日の特番、ツアーができなくて残念だったけど、負けないコラブショールームの配信ですって。夕方というのは6時半だったらしいですよ。タイトル長いって。俺の飯ってマジ一瞬でなくなる。一瞬でなくなりますね。元気はつらつ。何するんでしょうね。トークいっぱいするのかな。楽しみに。星座待機しといて。一度背の順に並んでほしい。ウケる。そう今日はね、今日だからリハしてる予定やったんですよ。そうリハじゃなくなったけど、リハをしている予定だったんです。本当は前日なので、栃木のね。でも今日はリハではなくなり、明日もツアー当日やったけどショールームになりという感じでございます。行きたかったな栃木ね。本当に行きたかった。コロナがね、やっぱ広島でもあれになっちゃったりして。そうなんですよ。栃木を楽しんでください、陽介さん。
ごめんね本当にね、悲しいね本当に。みんなも体調気をつけてくださいね。メンバーって餃子の皮で作った衣装を着る予定だったの？知らなかった知らなかったな。着たかったわそれは。おされさんが可愛い餃子の皮で作った衣装を作ってくれてたのかな。栃木といえば餃子、いちごとか。そうですよね、 HKT さん新曲何時からでしたっけ。見たい見たいですね。8時半え、今もうめっちゃ毎日いちご食べよる。いちご買ってきてめっちゃ食べよる。毎日はちょっと思ったけど結構食べてる。いちご美味しいですよね。でもなんか昔は練乳好きじゃなかったけど今は練乳好きになっちゃった。練乳いちご狩りとかもね、行きたい、ね、練乳って美味しいよね。さあつん練乳食べれなさそう。どうなんだろう。映えるね、本当に映え映えの映えですね。ちょっと帰ってきて今日も寝てたんですよね。ちょっと今顔がむくんでる。好き嫌い多いメンバー私かな。マイカとかイオリとかアンとかそこらへん。なんか今日なんかねリサがめっちゃ辛いお菓子をなんか持っとって、そうでなんか車の中でなんか食べよって、でなんかのんのもなんかちょうだいって言ってなんかのんのに食べさせたりもしてて、あんなも食べてって言われて嫌だって言った。めっちゃなんか辛そうだった。なんかね匂いが辛いの充満しよった。ほんま辛そうやった。でも食べんかったの。そう、お菓子んなんかよくわからんけど辛いお菓子。わかんないけどなんかでもショコリサでなんかも食べたって言ってたな。なんか辛いペヤングのやつかな。わかんない。辛いって言いながらね食べてた。でも美味しいって癖になるって言ってた。柚子胡椒系の辛さじゃなかった。わかんない。ペヤングやばかったって言ってたよ。ペヤングかな、わかんないけど、わかんない。でも私全然もうそういうの絶対無理だから食べてないけど。そう YouTuber が食べるやつ。そうそうそう。そうめっちゃ辛いらしいね。私も辛いの一個も食べれないからさ。でもねさすがに無理だったって。でもなんか全部食べたみたいに言ってた気がするけど、どうだったか分かんないけど。絶対私がここのショールーム配信で食べましょうか。もう本当になる可能性あるけど絶対食べきれないし一人だったら。いおりとかと一緒にやると
放送事故起こると思うけど。わさびも無理だし、でもまだ唐辛子の方がわさびよりいけるかもしれない。なんか七味とかは入れられるけど、でも無理。おでんのからし食べれないです、無理ですね。でもリサ昨日かな食べたって言ってたかな、けど別に今日お腹痛いって言ってなかったよ。いおりは辛いの好きだから、柿の種は梅味が好きです。わさびは食べれない。最近アンは毎日夜ご飯はミルフィーユ鍋を食べています。今日も夜さっき帰ってきて夜ご飯はミルフィーユ鍋を食べました。なんかねめっちゃ白菜をが好きなんですよ。まあみんな好きか、まあめっちゃ好きってわけじゃないけど、まあ普通に好きで、なんかのスーパーで4分の1のやつを買ってたんですよ。2日間で白菜それ全部食べました。あれ普通なんかな、2日間で、でも2回の料理で4分の1を使った。あれこれ普通ですか、わかんないけど、なんか芯の部分あんま芯硬いの好きじゃないからめっちゃ結構ね刻んだ、こんぐらいにちっちゃくして。ですよね、一人だと多いですよね、めっちゃ量あったもん。白菜の4分の1を買って2回で食べたって感じ。そう野菜たくさん、でもなんかもうそういう時人参とかもういらんのですよ。豆腐とかも正直いらんくて、なんかお肉と白菜とかもやしとかだけがいいんですよ。なんか他のもの別にあんま好きじゃなくて、なんか人参とかなんかキノコとかそんなあんまりわざわざそんな好きじゃないんですよね。そう、いやあるじゃないですか、なんか白菜とかお肉とかセットになったやつ。でもそれよりも普通に私白菜とお肉だけが食べたいんですよね。しゃぶしゃぶ食べたいですね、いいですね。でもネギは入れました。長ネギじゃなくて私はなんか刻まれてるネギが好きなので、なんか小口みたいな、それあとごま油も入れるのが好きです。そう、肉多めが絶対いいですね。なんか野菜4に肉6ぐらいがちょうどいい。万能ネギ、そうご飯は食べないですね。でも鍋はなんか普通に豚バラ肉とかが好きかな。普通にタピオカ入れたことない。でもお家にありますよ、タピオカも。好き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 、すき焼き食べたいね。わかる、しゃぶしゃぶとかってさなんか罪悪感とかないよね。業務用スーパーの、あそうタピオカはそうです。
なんかあんまりね、ネギはね、大きいネギ好きじゃないんですよね。小口のネギが好き。バナナ入れたら本当に怒られて、それは怒られるよ。トモハート、ありがとうございます。人参さんは彩りはいいのは知ってるんだけど、あんま好きじゃないから、ちょっとさようなら。ネギはなんか焼肉屋さんとかでもよくついてくるじゃないですか。食べないです。よくあのマイカと私が焼肉好きだから連れて行ってもらうんですけど、伊藤さんに。でいつももうネギ、何、お肉頼むごとにネギが2本ずつぐらい大きいネギがついてくるんですけど、もうどっちも食べないから、もう伊藤さんはネギいっぱい食べてるから、ネギ担当。そう、焼肉みんな好きなんだけど、でもなんかお寿司の方が好きってメンバーも結構多かったりするかな。なんか、うん、私とかマイカとかは断然焼肉ですけど、うん、本当にね、私たちめっちゃ食べるから、コースでも足りないぐらい食べるから、お昼とかでも。そうなんですよ。そう、サナとかミーニャとかはお寿司って言いますね。ハラミ大好き。タン、ハラミ、ロースが好きですね。でなんか絶対最近はユッケがあったらユッケ食べるし、そう、美味しいです、美味しいです。なんかでも あんまりなんかシャトーブリアンとかそういうなんか油が多い系より、なんか結構あんま油が多いのも好きだけど、でもそのなんか赤身肉とかのが好きです。馬刺しはでも食べたことないかな。配信間に合った、ワンさん、ワン。一人焼肉とか行ったことない。一人まるまるあんまできないから、そう、てか聞いてくださいよ。なんか今日ね、のんのと一緒にいて、なんかウーバーイーツを頼みたかったんですよ。そう、それでね、なんか私の携帯でウーバーイーツを頼もうとしたんですよね。したらね、なんかね、なんだっけ、カードもできないし現金もできなくて、そう、なんかね、私の携帯もできないんですよね。なんか頼もうとしたら、なんて出るんだっけな、なんかなんだっけな、現金みたいなのにしたらなんかできませんみたいな、えみたいな、現金できないってさどういうことみたいな、もうさ役に立つコメントがないよみんな。アドバイスコメントなさすぎて、もう本当にもう。大喜利をね言ってるんじゃないのよ私は。なんかねならないのよ。なんないのよね。やっぱり一回消した方がいいのかな。わかんないけど、なんかクレジットでも無理だったし、
現金払いにしてもなんかエラーみたいな。え、なんて出たんだっけな。出てたんだっけな、スクショしたかな。なんかね、お支払い方法は無効です。ご請求の設定を更新してくださいって出たの。謎なんだよね。なんか現金って言っ、現金にしても無効になるの。なんでっていう。カードとかだったらまだわかるけど、そう、カードもなんかできないし、現金もどうやって更新するの？アプリでもね、全部最新っていうかね、してんだよな。何が設定？アップデート？携帯自体はアップデートしなきゃダメってこと？私携帯全然アップデートしないんですよ。なんかアプリ自体は勝手にアップデートされるようにしてるんですけど、やばい、アップデートしてないの。じゃあ今日やるわ。現金がダメなお店、そんなのあるのかな。アップデートやらんといけん。わかんない、できた iOS みたいなやつ。今 iOS 何ですか、最新って。そうでしょ、寝てる間にしなきゃですよね。 iOS12.2 って書いてある。これは最新じゃないんですかね、わかんない。 13.3、 全然最新じゃないね、私やばいね。わかんないんですよね。12は大丈夫？わかんない。あ、でもアップデートじゃ今日しますね。私もまだ12だって。おそろっちやん。じゃあちょっと。でも12なら大丈夫そうって。じゃあ理由がわかんない。Uber Eatsができない。アプリ側の設定の内容、アプリ側の設定の内容だって。アプリ側の設定、 Uber Eats 位置情報違うか。え、もうわかんない、なんでなんだろう、なんでなんだろう。たこつあんさん、くまさん、ありがとうございます。アンドロイドじゃない、 iPhone X ですね。足村、え？え？あの人ですか。配信中にはな、届けん予定やけど。自分でご飯作りなさいってこと。それはそうかもしれない。違う、発売いつしようと思ったんよ、今日ね、やりたかったんですよ。なんかナンが食べたくて、なんかだって、でノンノとなんか調べたりしてたんですけど、できなかった。もう怒って感じですね。ナロンさん、星ありがとうございます。来た方がおもろくねえよ。いや、カードを使っていないんですよね。おひさバイバイじゃねえよ。あっし、ちょっと来てください。次はいつ会いに来てくれるんですかね。私は待ってますよ。なんかナンを食べたかったんでしょう。
そうで、のんのとずっとやってて、携帯とかで調べたりもしてたんですけどね、バグってるんですよ。できない内容ググったけど分かんなかった、結果が分かんなかった。そう、ゆたさんハートありがとうございますね。ウーバーイーツ頼みたいよね。いや、のんのはできるって、のんのはできるけど違う、なんかのんののなんか友達紹介みたいなやつでやってたんですよ。そうでもできなかったです。できひんかった。グッドカルパスさん、初めて告白ありがとうございます。嬉しい。なんでカップ割ったのって、いや割れたんだって、本当にそんな力入れてないんだよ。普通になんかカプってやったらパキって割れたの、パキってなんかプラスチックみたいな感じだったんですよ。そうだって、私の握力だってなんだっけ10とかですよね多分。そしたらそうなんかカプパキみたいな、わかんない、私しかそのタピオカ持ってなかったからわかんないけど、そしてバーン、いやー割れたーって言って申し訳ございません、プラスチックだった。だから逆になんかそういうなんだろう、へにょへにょのビニールっぽいカップじゃないから、そうそうなんです、ほぼ飲んであってよかった。そうでなんかカビってやってベーってなってそしたらなんかもうティッシュをねあれしてくれるとかじゃなく、マネージャーさんとかは助けてすぐくださる、なんか野口さん、アンナストップ、写真撮らして写真撮らして全部ネタにするんですもんネタにされてこうやって持っててって言われて、はい、だからなんか分かったって言って持ったまま写真を撮って、でもその後ね手伝ってくれましたネタ探しして生きてんで、ね、私たちはシャッターチャンスは見逃さないんでね。次のね、そう次のなんだっけ、次のじゃない、今回のプロスタはねお勉強ということでね、あんなね苦手なね、いや得意なね英語でねでもあんなエピソード忘れてたわ、結構前の話だから、忘れてました。英語得意ですよ、ペラペラのペラオさんです、ペラペラペラオあの髪色はなんか外で見たらもうちょっと明るいんですけど、家の中だとあんまりわかんないですね。何色やろうね、みんな。前よりちょっとアッシュ系になったんで。週末にキスをしようぜ。ショールーム明日の6時半ですよ、夕方の。アニャビーム。
ビーム。いや、色の名前っていうか写真ですね。こんな感じでって言ってます。こんな感じでお願いします。ぜひアンの写真見せて、嬉しいです。ヘアピンになりたいの？ヘアピンになる？あ、エリポン。そういえば。私アンナちゃん最初に染めた時の写真見せたことある。嬉しい。ウレピーマンパプリカ、ウレピーマンパプリカ。アンナのそうやって写真を見せて美容室に行くよって、そんな照れますね。嬉しいです。でもそんなの言ってくれて。ジェスチャーゲームスタート。染めるか迷ってるの。でも女の子染めてみるのね、良いと思います。ネイル落としたの。そうなの。いいよ、まさまる。体感していいよ、アンナと同じ髪型の。こんばんは、村地さん。こんばんは。私がインスタに載せてた写真のワンピー、なんだろう、ミントグリーンみたいな色のやつかな。どうだろう。緑の。アンナのティヌさんお借りしましたって、お世話になりました。嬉しいよ、エリポンとティヌちゃんが仲良ぴは嬉しい。なんか自分のファンの方と他のメンバーのファンの方がなんか仲良しとか、あのご飯行ったりして、なんかイコラブのこと話してくれたり、それはなんかアンのファンの方同士でもだし、他のメンバーのファンの方とでも嬉しいです。そう、なんか交流みたいな感じで、なんか嬉しいなって思います。友達のおかげでイコラブ好きになったって、友達感謝、ひなみんにも感謝です。嬉しいです。そうだ、そうだ、てかそろそろな、ちょっとな、あのツイートをしようかなって思ってたり思ってなかったりしてるんだよな。タピオカから聞こえるはずのない音聞こえてめっちゃ笑った、だっていおりさんに笑われちまったぜ。嬉しいんだよ、ファンの方同士がそうやってご飯とか行ったら、そう、あれしてくれる。ちょっと待って、みんな。じゃあちょっと今からとあるツイートをねしようかと思ったりしてるんだ。ちょっと待ってね。待機。そろそろツイートしようと思ってたんだよな。
と待ってよ。ちょっとツイッターをね更新しようと思ってるの。ちょっと待って。ツイートします。せーの。ポチッとな。え？もう最近ツイートが遅いんだよな。したわ。できた。ツイートしたよ。そう。ツイートをしました。このタイミングって思うよね。そう、なんかそろそろツイートしようかなってね思っていたんですわよ。そうなんですよ。今ツイートしたんですけど、トップウェールネオさんっていうアイドル雑誌があるんですけど、私も1月号かな、何月号かなにこの前一人でこの1年間を振り返りとかメンバーの話とかを出させていただいて、一人で何ページかやらせてもらったり、あとは他のメンバーとも何回か対談みたいな、まあ、それは同じグループのイコラブのメンバーと対談みたいな感じで、対談じゃないか、まあ、一緒にっていう形とかあったりしたんですけど、で何回かトップエルネオさんにはお世話になってて、イコラブもたくさんお世話になってるんですけど、今回はなんと初めて他のグループさんとの対談ということで、そうなんですよ、そうなんですよ、イエーイ、嬉しい、そう嬉しくてびっくりしました、かなっちゃって。そう聞いた時にスケジュールにそう入ってて、山本撮影みたいな、トップエルネオ撮影みたいな、でそこにスケジュールに対談みたいなで STU さんの今村さんみたいな感じで書いてあって、スタッフさんにも言われて、えーみたいな、そうなんですよ。でまあ道とはもうほんと10年以上の中で、ずっとちっちゃい頃、小学生、お互い小学生の頃から一緒にそうやってたり、一緒に活動してたりして、そうでなんか初めてね、他のグループさんとの対談で、イコラブ自体も私自体もだし、そんなに他のメンバーもめっちゃあるっていうわけでもなかったから、レアな対談だったんじゃないかなって。でみちゅがキャプテンにもなって、私がリーダーでっていう、こうキャプテンリーダーっていうね、こう部分だったり、それぞれのグループだったり、私たちの過去のこうどういう子だったっていう話とか、まあいろんな話をさせてもらって、なのでちょっとこれはぜひ見てもらいたいなって。いやトップエルネオさんにこんなね、なんかすごい本当になんか不思議な感じ、なんかTIFF とかではあったりはしてたんですけど、そういう風に撮影でも2人しかいない現場になんかお互いマネージャーさんがいて、でも違うグループでみたいな、
なんかすごい不思議な感じで、なんか一緒にやってたのに、なんか何年前までかは同じグループだったのに、全然プライベートでも連絡取りますし、うん、それでなんかお互いがその現場集合っていうかね、撮影場所に集合してっていう感じで、ちょっとレアなね撮影だったので、いやこれはねエモいっていうやつだと思っております。そうなんですよ。みちゅにいいねされたわ。こんな感じです。エモい以外ないよ。そうなんかこれをちょうど、そうなんかスクールの先生とかにもちょうど報告してて、すごい喜んでくださったりして、そうなんですよ。アンケートはがきでお礼を伝えようって、あそういうのめっちゃ嬉しいです。そうなんかはがきのアンケートとかチェキとかすごいいっぱい応募してくれたらめっちゃ嬉しいし、今後にもやっぱつながるので、ぜひやっていただけたら嬉しいです。そうみちといっぱいお話しして、そうどんな風な撮影だったか楽しみにしててください。対談やってくださいって嬉しい。コンティノちゃんありがとうございます。居酒屋にいるの？あんちゃん。いいよね、居酒屋ってね。なんかいろんな料理ある。私とかのアンケートにもあんなちゃん書いたりしてるって嬉しい。本当に。発売はね、まだわかんないんですよね。聞いてなくて。まだ決まってないのかな？わかんないけど。そう、がっつりアイドル雑誌ですね。トッピエルネオさんはね。不定期？うん、そうかもしれないね。でもそういう風になんか対談って。ね、なんか普通だったらなんか私とみちも別にね一緒に夢の国とかにもうこの前行ってたり、普通にいろんなとこ行くから全然しゃべ、まあ、もちろん10年の中だから普通に喋るんですけど、なんかこう撮影ってなって、こうトップエルネオのスタッフさんもいて、お互いのマネージャーさんたちもいてっていう状況だったから、なんかね喋るの2人とも緊張したしちゃって、逆になんか不思議な感じすぎて、変な感じすぎて、めっちゃなんかね逆に緊張しました。なんか仕事ってなると普通になんか敬語は使わんけど、そうなんかねそう大人、そう名刺交換はしてるけど、そう変によそよそしいみたいな、まあ、別によそよそしくはないけど、なんかいつもよりはそんな感じになります。でも見てほしいです、お互いがどんな子だったか、お互いの過去と今と過去現在未来と語ったりしてるのでね、ぜひ見てください。また発売日はねお知らせいたしますね。ドコンさん星ありがとうございます。エグルスさんお疲れ様です。ちゃんと寝てくださいね。寝ないとあかんで、体調悪くなっちゃいますから。みんなのコメント読もう。みんなのリプを、みんなエモいって
そう、私がこの前メンバー一人一人について語ってたやつです。嬉しい、みんなが喜んでくれてて嬉しいです。嬉しいです。トップエルネオさん、何回もお世話になっててありがたいですね。一番お世話になってる雑誌かも、私は。私個人ではね。違うかな。まあ他にもいっぱいあるけど、私の中では結構。そう、なんかこんぐらいで結構分厚い本ですね。でも、そう、分厚い、うん。結構分厚い。回数的にはね、一番多いかな。ブブカは一回水着しましたね。一回したね。アイドル&リードはね、めっちゃメンバー一人一人をね、すごい、もう十何ページ20ページ近くかな、わかんないけど、そんぐらいにわたって一人一人を紹介してくださってたり、ありがたいですね。幻の一回。幻。幻の一回。アイドル&リードさんは結構なんか語り系ですよね。でもなんか私意外になんかあんまりこうなんかハッピーみたいな話ばっかりしちゃってて、なんか他のメンバーの見たらなんか結構こうなんだ、こういうこともあったけどみたいな。けど今こうやって輝いて頑張ってますっていう感じのこうみんな内容だったりするんですよ、アイドル&リードさんの。なんか私なんか多分一番なんかね、楽しそうに語ってる気がするんだよね。いや、なんか別に波乱万丈じゃないんだけど、じゃないっていうか、なんて言うんだろうな、なんかなんかね、なんて言うんだよ。そうなんかあんま暗い感じのエピソードがそこまで入ってないっていうか、そうなんか、そう大丈夫かなって逆に思った。なんか闇っていうか、ね、闇は別にメンバーがあるとかそうじゃなくて、でもなんかチンパンジーに育てられたことにしよう。うん、なんかね、なんか自分の過去を語るって難しいなって思ったし、うん、でもなんか不安になった。なんだろう、結構アイドルさんってさ、こう過去が結構いろんな過去があって今こうやってキラキラ輝いてますみたいなのが、こうなんだろう、そのギャップとか、そのなんだろう、成長過程とかがなんか応援したくなるのかなって思って。でもなんか私はあんまそういうのを書いてなかったっていうか、なんかね、そういうのがないかったから、なんか全部永遠に楽しい人みたいになっちゃってて、なんか逆に大丈夫かなって。いや別になんか楽しかったし、でももちろんまあ嫌なこととか、なんだろう、そういう、うん、でもまあ学校とかも本当楽しかったから。でもだから嘘は書きたくないし、わざわざ、うん、なんか後から大丈夫かなって思った。うん、え、何話したの、この話を今日コンティヌちゃんは。超タイムリーじゃん、やばい。それも含めてママタンナなのかな、わかんないけど、でもなんか、うん、でも楽しかったし、この人生はすごい、自分は自分、なんだろう、
パパとママの子供に生まれてよかったってすごい思うし、広島に生まれてよかったって思うし、この今まで通ってきた小学校中学校高校大学とか、まあ、全部自分が選んだ学校でよかったってすごい思うから、別になんか友達とかも全部どの学校で出会った友達もめっちゃ大事だし、だからあんまりなんかそういうのはないけど、でもやっぱまあスクールとかではもちろんオーディションに落ちたとか、まあ事務所とかいろんなアイドルとかのオーディションに落ちたとかそういう時はいっぱいあって、そういう時は本当にめっちゃ泣いたり、なんかそういう過去はあるけど、そう、私バンジージャンプしましたっけ急な、そうなんですよ。なんか結構自分のことを赤裸々に話したつもりやったんですけど、なんか意外に私なんか浅いのかなって思ってそう心配になりました。なんかすごいみんな深かったりすごい感動するようなお話だったりしたから私大丈夫かなって思ったですけど、うん、そうなんですよ、浅いっておい個性だよね、そうだよね、なんかでも別になんか私なんだろうね、なんかそんなオーディションにいっぱいこう落ちた子なんていくらでもいるし、コラボもみんな結構そういう子多いし、なんかね別に何個落ちたからとかじゃないし、別にねみんなそれぞれだから、なんか誰が一番辛かったねって大変な思いしたんだねとかっていうのはないと思う、それぞれだからさ、そうだからまあ学校でどういうことがあったとかも、まあ、それぞれだし、うん、オーディションとかもそれぞれだと思うし、なんか誰よりも私が一番ね、なんかそう比べるものじゃないなってすごい思うから、自分のそう人生と人の人生はなんか比べるとこじゃないから、なんか誰々よりなんか苦しかったなとか誰々より楽しかったなとかそういうのはなんか違うんじゃない、なんかないかなって思うから、うん、自分の中で楽しかったり幸せなことがいっぱいあったらいいんじゃないかなって思う。そう、不幸対決でもないし幸せの対決でもないかなって思う。ポキって言ったそう、みんな違ってみんないい、そうだからまあでもまあそういう、こう過去の話とかいろいろ辛かったよっていう話とかをして、あでもこの子も辛かったんだなって、じゃあ頑張ろうって思えたりするから、それもそれでいいと思うけどね。でもやっぱりこうなんか楽しい話する方がなんか楽しいですよねに語っておりませんよ全然。だってなんかあんもなんか昔は本当にオーディションとか落ちたりそのして、そのね前話したけど、その東京でオーディション行って落ちて、その帰り道とかめっちゃ泣きながら帰った坂があって、でなんか舞台の稽古で同じスタジオだったりして、うわここ懐かしいってなったこととかあって、なんかその時はめっちゃ悲しかったし、なんか後輩スクールの後輩とかが受かって自分が落ちたりして、その時はめっちゃ悔しくてとかあったけど、なんか今となっては笑い話っていうか、今は笑ってこうやって話せるからその時はなんかもうそのグループとかがなんかテレビとかで
見るとすごい見たくなかったし、なんでってめっちゃ思ってたけど、今は全然好きだし、なんかそう、じゃあ自分はイコラブに入る運命だったんだって思って、なんか神様がイコラブに入るためになんかそのグループには入れないでくれたんだって思えるから、今は本当にこのグループでよかったって思うし、まあ他のグループに入っててもそうやって思ってるのかもしれないけど、私は今のグループがすごい好きだから、そう本当にメンバーとかがやっぱ好きだから、そうなんか今はそういう話を、過去の話をなんか笑って話せるから、そう結果オーライって感じ結果オーライって感じですね。でもなんかイコラブのメンバーは本当になんかイコラブじゃなきゃダメだったと思うって思うなんかこの12人はイコラブにいるからそれぞれが輝けてる気がするんだよね。なんかそれぞれのメンバーがそれぞれのメンバーを引き立たせてるんだよね。だからこのグループじゃなきゃみんな輝けてなかったってぐらい、私はなんかそう、なんかそう思うんだ適当な締め、そう思うんだとか言ってそうなんですよ。まあ一人一人が魅力的だから、ちょっと違うとこ行ってもまあ輝くかもしれないけど、でもやっぱイコラブで輝いてる姿がいいよね。アンもね、ファンちゃんたちに会いたいんじゃみんなに会いたいんじゃ。指原さんのそうね、メンバー選びがいいっていうか、でもやっぱ指原さんがプロデューサーさんだからいいって言ったらなんかすごい上からになっちゃうけど、そこはすごいあると思う。やっぱりね、なんか今まで出会った人の中でなんか一番本当にこうそういう意味ではやっぱ尊敬できたり、なんか納得する答えをくださるのって、なんか今まで人生の中で出会ったいろんな大人の方の中でなんか指原さんなんですよね。私的に本当に一番なんか納得できる、すごいなんでって思ってたこととかも指原さんと話して理由とかいろいろ聞いてもらったり聞かせてもらったりしたら、なんかなるほどねって、なるほどって、そう説得力とかやっぱ違うんですよね。そうだからなんか本当に尊敬です。でもなんかどのスタッフさんもそれは本当に言ってて、周りのなんかスタッフさんとかヘアメイクさんとか衣装さんとかもとか、なんか周りの他のなんだろう、イコラブのスタッフさんだけじゃなくていろんな会社のスタッフさんとかもなんか本当に指原さんはすごい、本当にすごいって、どこに行ってもやっぱりそう言われる指原さんって本当にすごいんだなって私たちも思うし、周りの大人も言ってるし、だって指原さんより年上の大人の方たちがみんな言ってるんですよ。それは指原さんは本当にすごいって、自分より年上の人に自分すごいって言われるんですよ。だから本当にすごいなって思って、なんか自慢って言ったらすごいまた上からになっちゃうけど、でも本当にそれはそうだなって思います。え、今雨降ってんの？っていうか雨降ってんですか？なんか雨の音がする。明日雨なんですかね。雨だよって明日。マジかん、マジかんマジかん、泣いた。雨ね、ちょっと大変だからあんまり好きくない。
花粉は助かる、確かにな、花粉は助かるな。ね、今雨降ってるね。泣いた。でも最近は花粉大丈夫なんだよね。薬がなんか予約効いてきてるんだよね、多分最近。生きれるんだよ。花粉でも。毎日アンナの花粉が治るようにお願いしてくれたとか優しすぎるでしょ。やったっていい。HKT さんの見たい。花粉きついよね。あと3人。こっちで見よう。あと3人でセンター発表って、これか。葵さんだ今出て。手紙いつでも待ってるよ。センター誰なんだろうね。 HKT さん、え、次発表される方がセンター？私の携帯めっちゃバクってる。なんかまだ選抜メンバーがまだ。 HKT さんはもう知ってるってこと？豊永亜希さんだ。地頭絵ねねさん、4期生さんだ。ミクリンさんはもうね、でも出てらっしゃるよ。明日アンナの iPad でやらんですよ。HKT さんが今ね、選抜発表をねされてるんですよ、ショールームで。ちょうど今だからそれ見てる。あ、ひかるちゃん来てくれた今日も。本村さんが隣にいる。スカッとしてない。じゃあスカッとしよう、最後にスカッとして終わろう今日は。よいしょ、スカッとしよう。よし、スカッとまだ続けてるよ。昨日もしたよね。はい、じゃあやります。筋肉痛なの？かわいい、かわいと筋肉痛かわいと一緒にアンナちゃんとやろう、みんな。はい、やります。せーの、いい、今日バーベキューやったの、いいな。2、3、やばい、今日は2セットにしよう、しんどい。6、7、
8910、はい、11、ゆっくりいって、はい、わかりました。3、14、このベルトかわいいでしょ。15、16、17、18、19、20、はい、一旦休憩です。1休憩、はい、1休憩しております。ラスト20回やったら今日は配信を終わりたいと思います。はい、じゃあ行きます。せーの、1、2、3、4、5、楽どうぞ。8、9、10、11、12、13、14、15、あ、きつい。16、17、18、19、20、はい、終わり。はい、はい、ほいひょー、はい、終わろう。変身ベルトちゃうわ、襟が。ということで、まあそろそろ配信終わりたいと思います。口の色気をないね。終わります。13位がジッスン、12位がさくら、11位が精進さん、10位がゆたさん、9位がゆかりん、8位がてつさん、7位がいとこんさん、6位が MKT さん、5位がさすらいさん、4位がデルファイさん、3位がとも、2位がたこつあんさん、1位がさしなゆいさんです。ありがとうございます。疲れちゃった、ちょっと息切れなう。じゃあランダム3人いきます。1人目がこっち側からいこう。ポントヨゴさん、2人目、チロールさん、3人目、ゆいにゃです。ありがとうございました。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんグー。ではおやすみなさいです。おやすみ、とボール弁当箱、バイ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 、おやすみ、せーの。